大森和代のいつもつながっているよ渡良瀬トーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先生なんか我慢してらっしゃいますわ。何にも我慢してません。いやなんかこの録画に入る前なんかね面白い話題がいろいろちょっとここでは放送禁止の話題だったので、はいはい、すいません。はい、それでは行きましょう。先生3月に入りましたけども、花粉交差 PM2.5 ですとか、もういろんな今年って何かおかしいですね。もうまあね、前から花粉や交差はあったんですけれどもね、はい、それにプラスして中国からの大気汚染、もう PM2.5 というのが、はい、飛来していまして、私福岡講演会にね行きました時も、はいはい、本当にもう花粉、雪降ってたんですよ。それなのにもう急にくしゃくしゃくしゃとくしゃみ出て、まだ大丈夫だろうなと思ってマスクしてなかったんですよね、はい、それもすごい花粉症に似た症状なんですけども、喉がもう指入れて書きたいぐらい喉が痒くなってきちゃって、もううわこれは何だろうと思って、もう本当にうがいして、であとはなんか塗るマスクっていうのを一生懸命ここにピタッと塗りまして、はいはい、でマスクしてもその日からは行動してたんで大丈夫だったんですけど、はい、やっぱり空がなんかこう、黄砂の時も岐阜はね結構、はい、黄色っぽくなったりしますけど、はいはい、あんな感じともちょっと違う感じでぼよよんって曇っていて、福岡はあの頃も結構飛んでいて、で福岡の方は皆さん結構マスクして歩いてらっしゃいましたね。まだ2月最初じゃなかったですか。そうなんですよ。それでもあの頃結構、もうそれを気をつけた方がいいっていうのをテレビではやってたんですけれども、はい、まあ大丈夫だろうみたいな、そんなことで何もしてなかったらもう、もうすごかったです。もうかゆい、なんか意外か痒いような、足痒い、そんな感じで、あれ結局ですね、その大気汚染っていうのは自動車から出る排気ガスとか、あとは石炭を燃やすときに出る、ような、すごくこう細かい粒子でですね、そういうものなので、普通のマスクではマスクを通してしまうので粉塵用マスクっていうのを、以前火山灰が富士山噴火するときに用意した方がいいものの中に粉塵用マスクってあったんですけれども、そういうものをつけられた方がいいということですので、これからねまた花粉症も混ざってきてね辛いですよね、でなんかねやっぱり福岡講演会の時にこの PM2.5 についての、質問がありまして、会場の方から、でも神様のお答えはこれは今に始まったことではないし、日本はすでにこういうことを過去において体験をしてきているということも、日本も1963年くらいに、こういう同じような、大気汚染というのがあって、で光化学スモークとか、あって、日本も灰色の国とか言われてたそうなんですよ、外国から、灰色にこう見えたんですかね、それぐらい体験はしてきていることだと。で日本人は今やはりその時の体験、苦いつる辛い苦しい体験を元にいかに環境をきれいにするかっていう技術がすごく発達していますよね、今はね、皆さん水道にも浄水器つけたりとか、ですからこの体験をね中国の方もね生かしていただきたいなと思うんですが、人口が多いので、でもバーベキュー禁止令っていうのが法律で決まったりとか、バーベキューをしてはいけないとかって中国ではなんかそういう法案が出たりとかしてるってことで、そりゃあれだけの人口の方がバーベキューでどんどん火を燃やしたらすごいことになりますよね、二酸化炭素が出てとか、すごいので、皆さんもね自分の体は自分で守るということをね、お気をつけになってください。福岡ね今回行きました時に、それと全然関係ないんですけれども、福岡のお友達がホテルまで迎えに来てくれるということで、福岡結構なんか福岡時間っていうのがあって、約束の時間からだいたい時間通りにはあんまり友達は迎えに来てくれたことがなくてちょっと福岡時間で少し遅れめなんですね、だいたい15分とか、ちょっとその時にホテルの下で待っていて、
まだ来ないなと思ったので車で迎えに来てくれるって言ったんですけど、こうちょっと壁の方を見てね、リップグロス塗るの忘れたなと思ってグロスをこう塗ってたんですよ、そしたらなんかおばちゃんたちがダーッとホテルの中で何か会合かなんかあったみたいでね、ダーッと出てきたんですね、でその方たちがみんな私の後ろ姿なんですけど、見て、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、みんなが言ってくださるんですよ。で私も塗りながら後ろ向きなんですが、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、なんか挨拶しないのもね悪いかなと思って、お疲れ様です、お疲れ様ですって言ったんですね。でこう、出てかれたら、わーっと外でわーっと固まってらっしゃって、で私も塗り終わって誰かなと思ってパッと見て、でもお疲れ様ですって挨拶したので、ニコッと笑ったら、あ顔違うわって言われたんですよだから全然違う人のことを言ってたんだと思って、でも私すごく福岡の方ってフレンドリーだなってね、知らないのに、後ろ姿そっくりな方がねいらっしゃったみたいでね、私と、皆さんでもお疲れ様ですかって、でも顔違うって言われてもなんて答えていいかわからないのでね、もうなんかあーはーみたいなニコニコとして終わっちゃったんですけど、はい、そんなことありました、そういえばはい、それでは先生、大人気のコーナー、はい、大人気でしょうか、ありがとうございます、はい、その名も、はい、はい、大森和代の愛のお裾分け、はい、今日は、ラジオ番組第51回放送の中から、美佐子さんというブログ名でしょうか、本名でしょうか、本名でしょうか、美佐子さんという方からいただきました。いつもありがとうございます。土木一般の自営を細々とやっている実の弟が先日依頼主から神様の小さな祠を壊してと頼まれ、やむなく作業をしました。小抜きしてあるからと言われて、心の中で謝りながら作業したのですが、なんだか後味が悪いというか不安というか気になり、私に相談してきました。心の中で謝るようにしたら大丈夫だよと答えたものの、私も気になります。遠方で私が現地に出向くことも難しいです。こういう場合特に気にすることがなければ良いのですが、何かできること、気をつけることがあればすみませんが教えていただきたいのですが、内容が内容だけに下手なところに相談するのも怖いです。お忙しい中申し訳ございませんというご相談です。そうです、そうです、下手なところには相談しないでくださいね。もう本当に何もついてないのに、うあなたの後ろにうわすごい霊がとか言ってね、お払いしてあげるってもう本当に多いですから、何十万とか取られて騙されちゃってる方が多いですから、こちら無料ですのでどうぞご相談ください。そういう方ですね、やっぱりこの祠であったりとか、昔から何か祀ってあるとか、お地蔵さんとか、そういうものを移動する時っていうのは本当に注意をされた方がいいです。でよく、お祓い、神主さん来てもらってお祓いしたからって言って、そのまま神様は納得されるかもしれないんですけれども、実際にこの災いを起こしてくるのは神様が怒られるとかではなくてですね、神様は怒って災いをもたらすことはありません。災いをもたらすのはそこに住み着いている、自爆霊であったり、自爆霊というのは、その場に縛られて半径50メートルしか動けない自爆霊さんというのが、いろんな土地にはいるわけですけれども、そういう御霊さんであったり、あとは浮遊霊といって、で四十九日に神裁きも受けずこの世をふらふらさまよっている御霊さん、そういう御霊さんたちがやはりそういう祠とかお地蔵さんであったり、特にこうお供えとかそういうことをされているような場所に御霊さんもお腹が空くので集まってきちゃったりするんですね。ですからこういうところは本当にそういう御霊さんたちが多くて、自分たちの住処を勝手に壊しやがってみたいな、そういう気持ちで怒ってきて、たたりがあったり災いがある場合が多いです。ですから本当は壊される前に地縛霊さんを、講演会でね、皆さんにビニール袋に茶碗一杯の土を入れてって拾ってきてもらいます。私の2冊目の本「あなたこそがメシア」にも拾い方が書いてあるんですけれども、ご自分で拾えるので、こういうものを移動されるにはまず地縛霊さんを拾うと、そして人間の言葉でいいので、普通の言葉でいいですので、今度こういう事情でこの祠を取り壊させていただきますと、大体いつ頃
をさせていただきますので、どうかこちらにお住みになっておられる方をお見えでしたらご移動くださいみたいなことを言葉で言ってあげてください。ただそうすれば怖くはないです、大丈夫です。ただこの美佐子さんの弟さんの場合はもうその、お仕事としてねそれをされてしまわれたわけですから、あとはですねこのお姉さんさすがですね、美佐子さん講演会よく出てくださってるんでしょうか。やはりでもこの弟さんは作業する間もなんかこう心の中でね謝るように作業されたっていうのはすごく偉い立派なことだと思います。そういうお気持ちでごめんなさいね申し訳ないねっていう気持ちでねされておられたので、弟さんの場合はたたりが来るということはありませんので大丈夫ですのでご安心ください。ただ今からでもいいですのでその場に行かなくても大丈夫ですので、弟さんも美佐子さんも知らなくてその方法とか知らなくて移動するのに手伝ってしまいましたが、どうかお許しくださいと、また朝晩高次元とつながる神様へのご挨拶の時にでもそのようにおっしゃってくださいね。本当にやっぱこういうのでいろんなことあるとこたくさんあります。この岐阜でもですねアパート建てる時に祠があって、それを業者さんが何もせずに移動してしまったと。そうしたらやっぱりそのアパートの建設中に3名の方が亡くなったっていうことが実際にありました。でそれを私も聞かれまして、でやはり移動先が良くなかったと、そういうことで祠をここに改めて作った方がいいというような話をさせていただいたこともありましたので、で、それを作られたらその後は何ともなかった、住んでらっしゃる方は何ともないということもありますので、実際いろんなこと起きてますのでね、こういうことも大切に考えていっていただけたらと思います。でも美佐子さんと弟さん大丈夫ですのでご安心ください。先生ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。地震災のようなことですね、はい、地震災ですかね、地震災ですか、地震災をよくね家を建てられる前に呼んでされるんですけれども、やっぱりこうその地を沈めるというか、そういうことはされた方がいいですし、やっぱり一番してほしいのは自爆霊を拾っていただく。講演会の時、はい、いつもビニール袋に入った土が前に置いてあるんですけれども、自爆霊さんっていうのは自爆霊の皆さんって拾うんですけど、そのさまよってる浮遊霊も入ってきたりしますので、自分でできますのでね拾っていただいて、やはり自爆霊が多いところっていうのはかなりちょっと前になりますけど長崎のグループホームで、加湿器が原因で火災が起こったというのはあったんですけれども、あれも偶然その加湿器を使ってたから起こったわけではないんですね、やっぱりあれも自爆霊が関わっているんです。自爆霊が多いところは火事になりやすいということもこれは教えられていますし、やはり実際火事になった方がご相談に来られてその見させていただくと、もう一度も拾ったことがないとか、すごくこう自爆霊の集まりやすい、自爆霊とか浮遊霊さんが集まりやすい場所っていうのもあるんですね。そういう場所であったりすることもありますので、やはりこう自爆霊簡単に拾えるので、それはぜひされてみられた方がいいと思います。はい、分かりました。はい、先生今回で55回なんですけども、早いですね、もう55回なんですね、皆様のおかげです、ありがとうございます。それで50回のお祝いのメッセージが届いて、ね、そうですね、はい、50回の時にね、本当皆さんありがとうございます、おめでとうございますってことでいただいてます。メッセージ全部読めませんので、ブログ名だけ読ませてください。あ、兄貴でした、最初はすいません、兄貴、いちご大福さん、お尋ね者さん、みこさん、ありがとうございます。みっちょんさん、佐藤勝恵さん、オセロさん、アナルハックミッキーさん、ありがとうございます。皆さん本当におめでとうございますっていうメッセージいただいてます。ひでちんさん、プチプチさん、よいのつきさん、パパさん、みーちゃんさん、チョコゆかさん、あ、チョコゆかさん元気ですか。ママ336さん、ココチンさん、あ、まぐりさん、なんかブログ名、皆さん本当に楽しいブログ名ですね。あ、海釣りひろくん久しぶり元気ですか。シンクロ93さん、うん、かな、あとキムッチさん、ありがとうございます。お尋ね者さん言いましたっけ
はい、ごめんなさい、2回も言いました。ありがとう、みんなありがとうございました。はい。はい、そして奇跡の講演会もまた始まりますね。3月31日岐阜16プラザ、はいはい、そして4月の14日は広島のアステールプラザ、はい、ちょっとおかしくてごめんなさい、アステールプラザ、はい、アステールプラザ、4月の21日は東京の浜名離宮朝日ホールです。はい、はい、そうですね。で5月は、はい、5月先生からどうぞ。はい、5月20日、はい、私の初めての講演会です、はい、博多天神の、アクロス福岡円形ホールの方で、行わせていただきます。ちょっと時間が中途半端で12時30分から午後2時30分まで行わさせていただきます。そして開演時間が、11時30分となります。当日会場ではまた本の販売とか、あと本、販売とサイン会させていただきます。本の販売の時、今回は講演会自体人数少ないですので、整理券とかは配らせてもらえませんので、時間のある限り皆さんと一緒に過ごしたいなって思ってますので、会いに来てください。よろしくお願いします。はい、はい、ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.